はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日はリクエストにお答えしたいと思います。リクエストで、プリパラの、好きなアクセを教えてくださいということでリクエストいただきました。そうですね、アクセサリーなんですけど、基本的にはコーデが揃っているものはコーデに使うようにしているんですけど、アクセサリーだけ持っていなかったりするとこちらをよく使いますね。リズムリンクのメモリアルヘアアクセとロニーですねの革とシチューブラウンヘアアクセですね。こちらを私2枚よく使いますね。あとはですね、結構友付け効果をさせていただくようになってから、本当におまけとか気持ちでっていう形でつけていただくことが多くなりまして、本当にそちらを使わせていただいたり、あとは大切に使わさせていただいたりしていますね。一応、いただいたとアクセサリーとかはこちらのケースに入れて、こちらもちょっと加工とかして、まあ、こんな感じで入れています。自分で排出したものも入っているんですけど、まあ、はい、こんな感じで入れていて、あと持っていくファイルは、前回、ご紹介したこちらのファイルに入れて入っていますね。そうですね、あと好きな、まあ、ちょっと話がそれちゃいましたけど、好きなアクセは、まあ、紹介した2点と、あと最近は、初めて出したレベル50で、結構こちらね、可愛いのでお気に入りですね。あとはまあ時期的に今ハロウィンなので、まあ、例えばこちらとかですかね、トゥインクルリボンのモンスターコンビヘアアクセが好きだなと思いますね。ただね、ホースライブのアクセサリーも全部に揃ってないので、また頑張ってみたいなとは思っております。ということで、次回ですけども、今回はリクエストでプリパラの好きなアクセということで、ご紹介させていただきました。チャンネル登録者様数が、150人突破するか、再生回数が、まあ、2万5000から3万回ぐらいあたりで、どちらかが、達成したら、企画をしたいと思っておりますので、ぜひお楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント等ぜひよろしくお願いいたします。